はい、ありがとう整体の平野です。先ほどね、ニュースを見ていたら、認知症がね、今、激増している。日本は世界の先進国でね、ダントツの、トップらしいんですね。2025年で730万人、2050年1000万人をね、超えるという予測が出ているそうです。認知症、いろんなもちろん原因があると思うんですけども、私はですね、薬の影響をすごく強く感じているんですが、もう一つ、これからのね、人たちに、お話ししておきたいのが、結局脳が酸欠状態にね、あるという、ことなんですね。で、また、巻き方、猫背、そうすると肺がね、うまくこう酸素を取り込めない、そしてストレート前にこう頭が突っ込んでスマホやパソコンばっかりやっているとストレートネックでね、首を圧迫して脳にまた酸素がいかない状態、で、それをね、毎日毎日、繰り返していくことによって、脳が、壊れていくというかね、この認知症になりうるというね、そういうリスクを考えれば、やはりこの姿勢、前に行っているこのね、重心をしっかり後ろの方に戻してあげることが大事ではないかなというふうに常に考えています。そういう私もですね、結構いろんなことを忘れてしまうんで大丈夫かなとは思うんですけども、本当にね、この酸素をたくさん取り入れて脳にね、が酸欠にならないようなね、生活を心がけようと思っています。認知症、本当にこの地元蒲郡でもですね、本当にこう、たびたび、放送があって、何歳の人がですね、行方不明ですというね、ことが本当にこう、たびたび放送されるんで、認知症ね、本当に多いなっていうのが、ちょっと気がかりな点です。認知症になってね、いろんな人、いろんな人というか、もちろんいろんな人にも、家族にもね、迷惑をかけないようにね、体づくり、しっかり、していくことが大事な中で、薬に頼らずにですね、自分の体をしっかり保つ、そういったお手伝いはできると思います。よろしく。